はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2024年の4月21日日曜日です。今日は今からですね、東京ディズニーシーの朝のエントランスの様子をご紹介していきたいと思います。最近のパークはですね、もう何回も言ってるんですけれども、もう1年間で一番空いている閑散期に突入していますので、結構空いてますね。ただ今日はね、日曜日ですので、平日に比べるとね、ちょっと混んでると思いますので、ぜひですね、参考にしていただければと思います。で、一応先週もですね、混雑動画投稿してはいるんですけれども、この前の映像は一応ファンタジースプリングスのイベントが始まって初の日曜日でしたので、ちょっと混んでましたよね。だけども今日はね、もう2週目ということで、だいぶ空いてると思いますから、ぜひですね、参考にしていただければと思います。それでは早速ディズニーシーのエントランスの方に行きましょう。7時43分です。東京ディズニーシーのノース側です。めっちゃ空いてますね。もう平日なのかって思うぐらいの人数です。やっぱディズニーランドに比べるとシーの方が圧倒的に空いてますね。まあ、やっぱイベントもね、2週目となるとそんなに混まないみたいですね。まあ、プラス閑散期でガラガラって感じです。まあ、ディズニーシーは未だにハーバーグリですからね、まあ、そんな混むことはないと思います、当分は。ただ来月ぐらいからファンタジースプリングスのプレビュー始まると思いますので、そしたらちょっと混みそうですよね。まあ、ディズニーシーにはファンタジースプリングスがありますので、この後そうなると、もうこのぐらいガラガラなパークっていうのは見れなくなるかもしれません。ちなみに前回の持ち物検査の動画は先週ですので、1週間でだいぶ変わりましたので、ぜひね、先週の映像と比べてみてください。先週はイベント初の日曜日だったんで結構混んでましたよね。だけども今日は2週目ですので、ぜひね、先週の動画と比較してみてください。まあ、だいぶ人数は違うと思います。まあ、そう考えるとやっぱりイベント初の土日って行かない方がいいんでしょうね、やっぱり。まあ、これは昔からそうっちゃそうなんですけれども、まあ、今後パークインパされる方はそこはお気をつけください。イベント初の土日祝は絶対行かないことって感じですね。で、まだまだパークオープンしませんので、そんなに列の差はないように見えるんですけれども、基本的にこちらのノース側の方が持ち物検査の列混みやすいですので、極力向こうのサウス側に並んでください。なぜかというと、交通手段がほとんどこちらにあるからですね。例えば今バス止まってますけれども、オフィシャルホテルとか公式ホテルとかのバスがここに止まります。で、タクシー乗り場ここですし、駐輪場もここですし、舞浜駅もこっちですよね。で、ホテルも全部こっちです。アンバサダーホテル、ここに見えますけれども、アンバサダーホテルとかで、ホテルミラコスタこっちにありますよね。で、ディズニーランドホテルもこっち側にありますので、もう絶対こっちの方が混みますよね、そう考えると。なので、ホテルとかその交通手段の施設がもうほぼほぼこっちですので、それはやっぱサウス側よりノース側の方が混みやすいわけですよね。で、向こうのサウス側はですね、一応夜行バスとかのでっかいバスが止まる駐車場があったり、あとは立体駐車場に車止める方ですね、向こうのサウス側からこう止めていきますので、車使う方も向こうのサウス側に基本的に並ぶんですけれども、まあ、やっぱり駅使う方の方が多いですからね。なので、こちらのノース側の方が混みやすいんですね、どうしても。で、今日はどうやら7時45分にハッピーエントリーの方の門が開いたみたいです。ここに並んでるのはハッピーエントリーの方です。なので、ハッピーエントリー使う方はこちらノース側に来てください。サウスには列ありませんので、そこはお気をつけください。まあ、ミラコスタってそもそもこっちなんでね、このまま階段降りればもうすぐハッピーエントリーの方の列となりますんで。7時56分、サウス側です。今リゾートラインのキャストがこっちのサウス側案内しちゃってますので、結構この辺には歩いてる方がいるんですけれども、まあ、ということはやっぱりこっちのサウス側の方が空いてるということですからね。なので、やはりサウス側に来た方がいいと思います。まあ、今のところ列はそんなに差ないように見えますけれども、まあ、この後はね、こっち側に案内しなくなってくるので、リゾートラインもこっちの方がどんどん空いてくると思います。8時ちょうどです。
今現在はこんな感じですね。まだエントランスの半分にも届いてません。さすがは閑散期って感じです。春休みシーズンなんて平日でもこの人数余裕で超えてましたからね。もう1ヶ月でこんなに差ができます。ではすぐ向こうのノース側に行きたいと思いますので、ぜひね比べてみてください。8時3分です。すぐノース側にやってきました。ノース側はこんな感じです。ノース側に関してはもうエントランスの半分超えてますよね。なのでやはりサウスよりノースの方が混んでるみたいです。まあただほんのちょっと混んでる程度ですね。もう今日はガラガラなのでそんなに差はないように見えます。まあ、もうちょっとしたらねさらに差ができてくると思いますので、また見に行きたいと思います。まあ今日はもう全然 U ターンなんてすることなさそうですしね、もう後ろの柵とかには届くことはなさそうです。8時39分ノース側です。ノース側は後ろの柵ギリギリですね。まあ届くことはなさそうですが、結構後ろまで伸びてます。今リゾートラインから見たと思うんですけれども、サウス側に比べるとやはりノース側の方が混んでるのがわかると思います。なので絶対ですねこっちのノース側じゃなくてサウス側に並んでください。もうこれだけでねパークの中に10分15分入る時間変わりますからね。ディズニーシーの攻略法はねもうどっちに並ぶかぐらいしかありませんので、まあ、向こうのねサウス側に並ぶっていうところだけよく覚えておいてください。こっちのノース側には並んじゃダメです。はい、8時42分サウス側です。はい、全然列違いますね。向こうのノース側はもう後ろの柵ギリギリでしたけれども、もうこんなに差がありますよ。もう15メートルぐらい差があるんじゃないでしょうか。もうこれでねこちらのサウス側に並んだ方がいいっていうのはよく分かったと思います。もうこんなに差があるんですからね、本当数十分単位でサウス側の方が早く入れます。絶対覚えててください。ちなみに今日パークは9時オープンのようですね。今ちょうどキャラクターたちが帰っていってます。そろそろハッピーエントリーの方がオープンとなります。3月中は平日でも8時45分オープンだったんですよね。だけども今現在は日曜日でも9時オープンとなってます。なのでそのオープン時間の変更のところですねよく覚えておいてくださいね。だもう平日以下ってことですね。今までのもうそのぐらいの人数になりましたよっていう感じです。もう閑散期ですからだいぶ人数が落ち着きましたよってことですよね。はい、8時47分です。ノース側ですね、後ろの柵ギリギリです。もうサウスに比べたら圧倒的に混んでるのがわかると思います。ちなみにですね、まあ、混んでるには見えると思うんですが、まだ持ち物検査オープンしてないですからね、まあ、オープンしたら全然もっと前に詰めていきますので、まあ普通に空いてるなと思います。まあ、春休みシーズンなんてもうここ余裕で U ターンしてましたからね。U ターンしてもうこのリゾートラインに届きそうなところまで来てましたけど、もう全然ね持ち物検査オープンしてない状態でも柵に届きませんから、まあ、やっぱ空いてますよね。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。東京ディズニーシーの朝のエントランスの様子でした。めっちゃ空いてますよね。日曜日でこのレベルですから、平日はねもっともっと空いてますんで。ちなみにこの前混雑予想動画投稿してるのでご存知の方もいると思うんですけれども、もうね少しずつね修学旅行シーズン突入してますので、もうね閑散期っていう閑散期はね終了に近づいてきてるんですよね。まあ、ただもう一気にねドーンって増えるわけじゃなくて、緩やかに増える程度ですので、でもね少しずつ人数は増えていっちゃいますので、まあ、極力ですねパークには早めに来てください。でもちろんねゴールデンウィーク、まあ、来週の日曜日ぐらいから始まると思うんですけれども、もちろんねゴールデンウィークは混みますのでね、まあ、そこは避けた方がいいと思います。でまたね5月のゴールデンウィーク終わった後は少し閑散期には突入するんですけれども、まあ、どんどんね修学旅行生増えてきて、もう5月中旬ぐらいにはねもうほぼほぼ閑散期終了となりますので、まあ、4月の早めですね、そのゴールデンウィーク始まる前ぐらいまでに、来ていただくとですね、結構パーク閑散としている状態で遊べると思いますので、まあ、そこら辺はですねまた詳しくはですね別動画で投稿してますので、その映像を見てですね参考にしてください。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしたいと思います。ちなみに今日ですねディズニーランドの方も同時進行でエントランスの方見てますので、もしランドの方気になる方はですねそちらの方の映像もご覧ください。それでは終わりにしたいと思います。ジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。